はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。突然ですが、赤くてすみません、前の車のテールランプで私今赤くなっております。はい、今が18時43分と、いや今日ですけれどね、現場でもう久しぶりに番宣、今日応援現場やったんです。で、応援現場入りまして、その番宣ですよ、番宣の切り口がもうめちゃくちゃで、ちょっと頭にきましたんで、こちらの動画ご覧ください。どうぞ。これ12番線、これ巻き番線ね。これね、どこを切り口がどこかわからない。これこんなことしてもせいやじゃねえのかこれ。いや俺じゃないです。これあった、切ったら必ず曲げておくことね、切ったら必ず曲げておくことね、もしくはテープ、切り口をテープで巻いといてもいい。何かその現場で、その会社でルールをつけとかないと、こういうことね、切り口にテープを巻く、もしくは切り口を曲げておく、するとほら次使う人が分かりやすいじゃないね。そういうことですよ。分かりました。いいですか。はい。あとね、これもダメ、これ見て、これ番線もういろんなところバチバチ切って、切り口が、これここもそう、切り口がすごくいっぱい、誰がこんなことするのかって感じ。これもう絶対巻き番線こういう切り方ダメですよ。これね、気持ちはわかるの、やっぱりこう撮るときにいろんなところにもこうくしゃくしゃになって、もうそこから急いどるときとかでやっぱパチパチって切ってしまうね。これ本当にね、こんなことされると仕事にならない、これダメです。はい、やっとね、カンナナに入って明るくなりました。周りが明るくなりましたね。まとめますと、丸番線あるでしょ、丸番線切ったら切りっぱなし、やりっぱなしにせずに切ったら曲げておく、もしくは一周残し、切って一周残して残りの束を握ってそこをテープで巻く、もしくは紐で曰くとか、まあいろいろあるじゃないですか。まあ一番オーソドックスは切れば曲げておくと、すると後から使う方がですね、気持ちよく使えるわけですよ。はい、右方向です、その先右方向です。はい、やはりですね、他職他業者同じ現場に入ってですね、その同じ共有の番線ともなりますと、先ほどの動画のようにいろいろな切り口があったり、そのまま切ったら切りっぱなし、やりっぱなしであったり、そういうことが巻き起こるんですね。もうこれ本当にイラッとするんですよ。わかるでしょう、動画をご覧の皆さん。およそ30メートル先、はい、斜め左方向です。トビ見習いされている方もですね、ぜひ、何かのご参考にされればよろしいかと思われます。はい、それでは皆さん、またのご視聴よろしくお願いします。